5月4日のシリコンバレーのベンチャーベア、今日もサクッと始めます。皆さんゴールデンウィークの時にありがとうございます。ということで、ちかさん、今日のお題は何でしょうか？今日はですね、エレベートバイオという会社と、それにまつわる話をしたいと思います。はい。エレベートバイオはですね、2017年にボストンの隣、ケンブリッジに創立された会社で、3月に525ミリオン調達して、はい、これまでの総調達額が845ミリオン、約900億円になりましたという会社です。で、何をやってるかというと、細胞遺伝子治療を核とした、製薬のインキュベーターをしています。で、2017年に創業してですね、まず2018年9月に1社アロバーという会社を、ポートフォリオというか傘下に加えて、この会社は、ウイルスの治療ですね、インフルエンザとか肝炎とか、そういったものの治療薬を開発していると。で、2019年10月にはハイパスバイオという、部門というか、会社を傘下に置いて、これは、T 細胞を使った免疫治療ということで、主にがん等の治療ですね、を行うと。で、さらにですね、ベースキャンプラボというのを社内にありますと言っていて、ここを使うと誰でも効率よく研究開発をして、サクサクと薬が作れますというふうに言っている。へで、プラスですね、あの辺の有名な病院であるところのマサチューセッツジェネラルホスピタル、はい、こちらと戦略提携して共同研究もすると言っています。で、要は製薬のインキュベーターなんですけれどもね、このインキュベーターっていうモデルって、IT ではダメだというほぼ結論になっていて、やるんだったらもう数で勝負で、3ヶ月でどんどん次に回していくような Y コンビネーター的なものか、基本的にはそういう感じの、こう、1年の間に100社とか200社とかどんどん回していくみたいなモデルじゃないと成功が出てこないし、なんていうんですか、何年も一つの会社にかけててもダメだよねっていう感じになってきてるんですけれども、バイオテックではこのモデル結構まだというか、新しいですよね、一層さらに人気者です。で、これ以外でも、例えば、今年の2月に創業して、それとともに250ミリオン、250億円調達したというセンテッサっていう会社があります。はい。で、これはですね、10社のバイオテック企業を合併して作ったと。で、その10社をこうガーッとまとめて開発をさせることでですね、早い時期に、正しい薬を出して、もう上場もするのであるというふうに言っています。で、すでにですね、ナスダックの上場申請も始めたということでですね、2月に作ってもう上場するんかいっていう感じなんですけれども、さらにそのモデルになるのはですね、2019年に IPO をしたブリッジバイオっていう会社があって、こちらはですね、2014年に創業して、プライベートの間に500ミリオンほど調達してですね、IPO に持ってったと。で、これはどういう会社かというと、1遺伝子異常という遺伝子が1個だけおかしいことによって起こる病気をターゲットにした薬をたくさん開発しますというインキュベーターなんですね。で、そういった病気の治療法で、学術研究、大学が持っている何らかのその治療の種を持ってきて会社にするのであるということを言っていてですね、さっさと上場したということなんですけれども、じゃあなんで IT でダメだったものが製薬ではできるのかっていうことなんですけれども、いくつか、まず歴史的な経緯と、その本質的な要因っていうのがあるんですけれども、歴史的に見るとですね、ここやっぱり20年ぐらいいろいろなところでこううまくいく例が出てきた感じがあって、割とその最先端だったのは製薬じゃなくて、それはメディカルデバイスだったんですけれども、スタンフォードのバイオ X っていう、ところのバイオ X フェローっていうのがあったんですけれども、ここがまさにですね、大学の学費を奨学金でもらいながら起業しちゃおうっていうフェローシッププログラムをやってですね、毎年バカスカこうベンチャーを生み出したと。で、結構その数多くがですね、少なくともシリーズ A 調達をするとか、買収されるとか、結構いい結果が出たというところがあります。で、ここはですね、クラークセンターってスタンフォードにあるの知ってます？はい、なんか
かっこいいビルがあるんですけれども、はい、ここが医学部と工学部の、まあ、学際、なんていうんですか、研究学科みたいなところでですね、まあ、コンピューターサイエンスとか物理とか科学とか、はいはい、それとその医学部と掛け合わせることで新しいものを生み出していこうというところで、場所的にもスタンフォードの病院と工学部の間にあるんですけれども、うんうん、まあ、そこで結構なんていうんですか、門切り型にどんどん会社を作るっていうのができるじゃんってことになってですね、うんうんうん、で一方で、まあ、それを見たのかどうか分かりませんけれども、 UC サンフランシスコでもインキュベーションを始めた人がいてですね、はい、UC サンフランシスコのラボの中にまず最初にインキュベーションを始めて、2006年からに、6社をインキュベートしましたと。で、みんなからそりゃダメだろうと言われていたのが、2年の間に4社がシリーズ A を調達して、1社が、25ミリオン、まあ少額ですけれども25億円で、うん、買収されたということで、まあ、6社中5社 うまくいったという感じでですね、すごい確率高いですね。そうですね。でこの人がさらに始めたインキュベーターが MBC バイオラブスっていうのがこの辺でありまして、はい、サンフランシスコとサンカルロスにラボを持っていてですね、2013年からで170社インキュベートしてきたというのがあったりします。で、まあ、そういう、まあ、その大学寄りで出てきたものもパラリパラリとあった中で、だったらっていうんでこう結構巨額に調達した例が出てきたと。で、まあ、こういうインキュベーターという例以外にもですね、もともと割と製薬のベンチャーってのはそういう感じに会社が作られてたんですね。大学とかですでにある研究で芽が出そうなものをこうライセンスしてきて、それをもとに会社を作るっていうのは割と普通のやり方だったので、それ1個だとリスク高すぎるからまとめて10個やりましょうよみたいなのが、まあ、このインキュベーターモデルですね。私の感覚で言うと、ベンチャーと、ファンドの中間ぐらいな気がしないではないんですね。でかつその一部のオペレーションのリソースを統一化することで、効率化を狙うと。で、例えばですね、まあ、許認可とかですね、FDA の許認可、薬事法っていうんですか、日本では、はい。その FDA の許認可を取る方法とかってあるパターンがあるんですよ。で、うん、それをできるコンサルタントとかも決まった人がいるんですよね。で、はい、その人に頼んでこういうふうにやりますっていうのが、なんていうんですか、門切りパターンであるので、まあ、そういったものを共通化するってことが、まあ、できると。いうのがあると。で、まあ、なんでこの IT の世界で機能しなかったインキュベーターモデルがバイオ製薬界では注目されているのかっていうところに持っていくと、うん、まず一つには解決すべき問題が明らかである。これ大きいと思うんですよね。そうですよね。治療できなかったがんが治りますって言ったら、うん、そりゃ素晴らしいねっていう感じなわけですよ。なんか一方もう IT ってそういうサイエンスなところは終わっていて、今のところはですね、例えばサプライチェーンがもうちょっと見通しが良くなります、いりますかって、いやなくてもいいかもしれないみたいなそうそうそう、いやいやあった方がいいんですって強烈に売り込んでいくみたいなプロセスが必要なわけですよ。はいはい。あとなんか友達と写真をシェアしたいですかって、いやなくてもいいかもしれない、いやあれと便利ですよってこう、そうですよね、頑張ってマーケティングしていかなきゃいけないわけですよね。そうユーザーの行動を変えるとか、そうそうそう、今のものをより潤滑にするっていうところで、潤滑にする価値があるかっていうところをピッチしなければいけないっていうのもありますしね。がん A が治りますって言ったら、そりゃそうかっていう感じが、まあ、あると、まあ私の友人ももうすぐ IPO なんですけれども、やっぱり大学でこうやっていろいろ研究っていうんですか、ラブができてっていうのはもうメイクセンスで、いわゆる製薬会社の中にもいっぱいこういうサブプロジェクトっていうのはいくらでもあるわけで、ただそこでやっぱり会社のプライオリティ、今年はこれとかなっていくと、残っているライセンスできるこう中途半端なテクノロジーっていくらでも、テクノロジーというか、まあ研究っていくらでも残ってるわけですよね。だからこういうところがあると、バイアウトというか、それをスピンアウトして、そのリソースでやる気のある人、私はこれもともと探してたんだ、このジェネティックソリューションという人たちがやってくれるんですよね。だからそういった意味でもともと、まあ離れてバラバラに、みんなもともとこの分野では
人は常に研究所、それから研究会社、大学のそのデータを見て、これ私これやりたかったんでこれやらせてくださいみたいなところはもともとあったので、ラブになるっていうか、まあ、インキュベーターになるっていうのはそれをやりより効率よく潤滑に進める、うん、一方でなんか画像処理が早くなるアルゴリズムを見つけたのでこれを会社にしてくださいって言われても、多くの人が自分でやりやがれってなると思うんですよね。そう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 。そんなのやりようによって随分結果が違うんです。そのアイデアだけでなんとかなると思うなっていうのが、まあ、IT の世界の大ほとんどなんで。そうですね。アイデアでごめん50億くれとかそういうのと、うん、いやいやこの今のあのレディエーションの治療をより、まあ、の狭くすることで白血球とか赤血球、健康の細胞を殺す確率を減らすんだって言われたら、そりゃいいだろうってなるし、まあね、で、まあ、その解決すべき問題が明らかであるというのが1点目で、はい、2点目としてはここ10年から20年の間にものすごいサイエンスが進んだんですよ、はい、この領域って遺伝子とか、うん、まあ、今言われているその RNA っていうのもすごい研究が進んだ領域で、はい、RNA なんかここ10年ぐらいなんですよね、うん、一気にいろんなことが分かるようになって、例えば mRNA ワクチンとかもそのできる糸口が見つけられたのがたった10年前ぐらいなんですよね、うん、だからいろんなことが一気に進んでいるというのがあって、うん、今までできなかったことがいろいろこう実現できる、なんていうんですか、糸口に来ているというのが2つ目、はい、で3つ目はですね、おそらくなんですけれども、あのバイオテックとかファーマの世界ってその学術研究の結果はサイエンス系の学術誌に発表してなんぼなんですよね。 PhD とか、はい、まあ、そういうになるためにいろいろな論文をちゃんと発表していかなきゃいけないと、はい、でかつその突然薬を出してですね、今まで全くそういう、レビューされた学会誌に発表された論文がないものをいきなり出しても誰も買わない、ね、誰も信じないんですよね、うん、ってことは要は検索すれば種が出てくるわけですよということで、情報がかなりこうスタンダダイズされて分かりやすくなっている、まあ、IT の世界に比べてってことですけれども、はい、っていうのがあると、はい、でもう一つこれはそのバイオテック系の世界を見ていろんな人と会ってなるほどと思ったんですけど、ビジネスとその医薬系のサイエンスの両方を理解する人ってのはすごく少ない、うん、で、うん、特徴的なこととしてそのバイオテック系の世界では結構 PhD の人は PhD って名刺に吸ってあるんですね。で、まあ、それはまあいいんじゃないのと思うんですけれども、うん、で、MD、その、医者の場合も MD とか吸ってあるんですね。はい、MD、PhD とか吸ってあったりするんですけれども、はい、なんと MBA って書いてる人も結構いるんですよ。そうなんですか。でこれあの MBA 的にはその IT の世界で名刺に MBA とか吸ったら恥ずかしいからやめてってみんなに絶対言われるじゃないですか。そんなのみんな持ってるし、はいはい、みたいな、あのあんたエンジニアじゃないっていうことをあの公表したいのみたいな、なんかこう、うんうんうん、MBA なんかこう仕事できなさそうみたいな感じじゃないですか、はいはいはい、なんだけどバイオテック系の人だと MBA、PhD とかなんか MBA とか吸ってる人結構いてですね、これなんだろうと思って、うん、まあ PhD とかみんな吸ってるからなんか私も言いたいっていう感じで流されてるのかなっていうのもある反面、私はビジネスがわかるんですっていう宣伝なのかな。なるほどね、うん。実際少ないんですよ。うんうん、やっぱりそのサイエンスの世界の人たち、もう本当に大学でずっと研究をしているような人たちの割と多くてですね、ビジネスって何ですかみたいな感じになりがちな人が多いと、うんうんうん、で例えば薬事法の許認可とか言ってもこれまたサイエンスの研究とは全然違う世界なんですよね。なので、はいはい、そういったそのこうビジネスで他の会社と交渉するとか、まあ、そういう本当のビジネスらしいこと以前に FDA の許認可を取って製造の許認可を取ってとかですね、そういうことをやるだけでもなんていうかあまりにもこう経験がない人たちっていうのがサイエンスの世界にいると、うん、一方でビジネスだけ分かってもダメなんですよね。やっぱりそのそうですよね、医学のサイエンスの方も分かんないといけないと、うんうんうん、こういう両方分かってる人っていうのはすごい少ないわけですね。なのでそういう人を核にオペレーションを作ってですね、研究者の皆さんほいほいって呼び込んで薬を作らせるっていうインキュベーションビジネスがうまくいくんじゃないかなというのが、まあ、IT とバイオテック両方を見て私が思う仮説です。はい、なるほど、はい、なるほど、まあ、ということで15分経ったのでメインのところはそこまでということで、はい、そうですね、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。